酔いどれ天使は1948年4月27日公開の日本映画である。東方製作、配給。監督は黒沢明、主演は三船敏郎、志村隆モノクロ、スタンダード、98分。闇市を支配する若いヤクザと貧乏な酔いどれ中年医者とのぶつかり合いを通じて戦後風俗を鮮やかに描き出した。 ヒューマニズムあふれる力作。黒沢、三船コンビの最初の作品であると同時に、志村が黒沢作品で初主演した。第22回キネマ巡邦ベスト10第1位。反骨噛だが一途な貧乏医師、真田は闇市のヤクザ・松永の鉄砲症を手当てしたことがきっかけで、松永が結核に侵されているのを知り、その治療を必死に試みる。しかし若く、 血気盛んな松永は素直になれず、異性を張るばかり。さらに、出国してきた、兄貴分の岡田との縄張りや上婦をめぐる、確執の中で急激に命を縮めていく。弱り果て、追い詰められていく松永。途結し、真田の診療所に運び込まれ、一旦は、養女を心を見るが、結局は、給与の殴り込みを仕掛けた末、帰り討ちで死ぬ。真田は、そんな、 松永の死を、毒舌の裏で哀れみ痛む。闇市は松永など元からいなかったように、にぎわいか気づいている。真田は、結核が治癒したと微笑む、女学生に再会し、一縷の光を見出した気分で去る。東京と大阪で公演。当初、明治座での公演は9月3日からだったが、8月、中旬の定期検査で、公演関係者の新型コロナウイルス陽性が判明。 稽古を休止し、一週間後に改めて関係者に PCR 検査を実施、26日までに全員の陰性を確認したという。しかし、初日を迎えるまでの十分な準備期間が確保できないため、公演初日が9月5日に延期となった。ありがとうございます。